ジオニックトヨタ特別広報部員アイリン古川です。今日はですね、東京ビッグサイトでこちら東京おもちゃショーがあるということで、こちらの東京おもちゃショーでですね、ジオニックトヨタのブースがあるということで、今回はレポートをしに、やってまいりました。私ですね、特別広報部員に任命していただいてからの初のお仕事でございます。ものすごく緊張しているんですよ。もう今日はですね、こちらのですね、ザクノスケ先輩も一緒に来ていただきたということで、頑張っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ということでですね、私今こちらジオニックトヨタのブースへやってきました。いや、早速行ってみたいと思います。ワクワクです。時々緊張もしますけども、まず入ったらですね、こちらですね、ガンダムのこちらをシャア専用オーリスのですね、イラストですね。そしてここは、こちらはですね、ガンダムのこのポスターに、あとはキャラクターの設定資料ですかね、が飾ってあるんですよ。これも見れるということで、いやー、このね、私も絵を描くのは好きなので、こういうものを見るのはすごく勉強になりますので、すごい嬉しいですね。シャアズナブルもすごいかっこいいです。このポーズもですね、かっこいいですよね。なんか不思議なポーズしてますけど、このポーズはどこに出てくるのかすごい気になりましたけど、また見てみたいと思います。探してみたいと思います。それでは早速メインのシャア専用オーリスを見てみたいと思います。こちらがシャア専用オーリスでございます。もう赤い赤い赤いですね。嬉しいですね。こちらですね、ジオンマークがバッチリついております。こちらね、かっこいいですよね、シャアのね、ジオンマーク。そしてこちらにもですね、実はボディにもジオンマークがついてるんですよ。もうジオンのね、ジオンのマークを見るだけでも私すごくテンションが上がってしまいます。もうこちらもかっこいいですよ。そしてシャア専用に欠かせない部分ですね、シャア専用に欠かせない部分はやっぱり角の部分ですよ。モビルスーツにも角がついてるんですよ。こちらに、この車にもちゃんと角、まあこちらはアンテナ部分になるんですよ。アンテナ部分が角になってるんですよ。私もう本当にこのシャア専用オーリス見た時の一番のお気に入り部分ですね。これがやっぱりこのアンテナ部分がすごい魅力的だなと感じました。そして今気づいたんですけども、このタイヤの部分にも実はジオンというね、文字が入ってるんですよ。やっぱりジオンっていうね、やっぱジークジオンの部分がちゃんとね、ここにもね記されているっていう部分ですね。そしてこちら後ろですね、バックの部分、こちら排気口がですね、実は4つもついていてね、ここもね、今回のシャア専用オーリスのやっぱここも魅力の一つなんですよね。やっぱり迫力が違うというところがやっぱ分かりますよね、これでね。それでは中に入ってみたいと思います。私今回中に入るのは初めてなんです。それでは今日はですね、ちょっと助手席に乗らせてもらおうかなと思います。それでは失礼します。開けます。よいしょ。ふー、やばい、失礼します。おー、車内も赤いですね。さすがです、シャア専用なだけあります。やっぱり、うわー、ちゃんとこの MS186HCA 最高ですね。ここの部分にこの文字が入っているだけでももうまたテンションが上がりますよね。あとはですね、ここにもジオンマークがついております。ハンドルの部分に、ね、ジオンマーク、あ、ここも黄色かったりとかね。あとですね、奥にもですね、実はですね、ジオンマークついてるんですよ。わかります、見えますか。ありました、ほーらー、ジオンマークついてます。しかもね、ここのね、あの椅子の部分も赤かったりとか、もうここも赤かったりとか、やっぱね、赤はテンション上がるんですよね。私もね、あの一番好きな色が赤なんですよね、ちゃんと赤で、今日はですね、もう赤に包まれて、もうね、シャア様の魅力がもういっぱいですよ。もうね、嬉しいですね。あー、もう、わー、嬉しいな、やばいな、かっこいいな、これは。
いっぱい乗りたいですね。これからね、いろんなね、街をですね、この車で回ってたらもう最強ですよね。もう嬉しいですよね。最高です。もう本当に。ああ、嬉しいな、嬉しいな。ああ、そうですね。私ですね、そうでした。ジオニックトヨタ特別候補部員ということで、ちょっとテンションが上がりすぎてしまいましたけども、これからも頑張っていきますのでね、やっぱりですね、でも今回こうやって、この車に乗れて本当に嬉しいです。はい。ということで今回はですね、私初めてのお仕事に行ってまいりました。今回はですね、ジオニックトヨタブースでのレポートだったんですけども、ものすごく緊張してしまいました。まあ緊張もしたんですけども、その分大興奮で、はい、すごく楽しくレポートができたんじゃないかなと思っております。実際にですね、今回はじっくりと、シャア専用オーリウスを見させていただきまして、やっぱりあの赤いボディはですね、テンションが上がりますね。すごくかっこよくって、通常の3倍のテンションになってしまいました。ものすごくかっこよかったです。これからもですね、シャア専用オーリス、皆さんの街に遊びに行くと思いますので、ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。あとはですね、公式ページもございますので、そちらもぜひ皆さん見てみてくださいね。ということで、以上、ジオニックトヨタ特別広報部員、アイリン古川でした。